こんにちは。ライブが終わったと思ったらまた始まる速稼塾の久保です。いつものパターンですね。まあこうなるとですね、もういい加減誰も見てくれなくなるんじゃないかなと思いましたけども、今日実はですね、さっきの放送の直後に、まあね、時を同じくして奇遇なんですけども、2通メールが来たんですよ。でその2通のメールがほぼ同じ内容だったんですね。全く違う方から寄せられてるんですけども、Facebook ですぐ稼げますとか、ワンタップでなんかね5万とか10万みたいな話を未だに見ますと。でちょっと前に久保さんもそういうのに入ってみてやったと言ってましたけど、実際どうなんですかと、でもう一人の方はですね、すごい人がすごい話を持ってくるんで聞いてくださいみたいな形で、あ、川村さんどうもお疲れ様です、持ってくるんですけども、まあ実はスマホさえあればポチ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 ってやってね、お金が稼げる話なんです、これって本当なんですかと。そういえば久保さんも以前なんか何週間かに分けてそういうのやってましたねっていうね、こういう別々の方から似たようなメールが届いてきたんですよ。で皆さんもね、当然見かけてると思うんですよ。あのスマホで LINE アットでなんかメールを送るだけでとか、タップをポチポチっとするだけでみたいなね、こういうのみんな好きですね。で結論から言うと、そういうのでは誰も稼いでませんし、誰も稼げません、誰も稼げません。そういう情報発信するのもどうかと思います。私もあのすごくね、もうやめてほしいなとまで思いますね。ワンタップでね、なんか稼げるとか、あの簡単にとかね、そんなんねできるわけないじゃないですか。逆の立場だったらね、払う、お金を払う立場だったらどうですかってことなんですよね。シンプルにやっぱり相手の立場になって考えると、そういうことはないっていうことが分かると思うんですけども、ついついですね、後がない状況になっちゃうと、そこら辺の思考が飛んでしまって、これで逆転できるかもしれないとかね、これで取り戻せるかもしれないと思ってしまうんですけども、状況が悪ければ悪いほどですね、足元を固めて長期で勝負をしていくって思考にならなければなりません。短期で勝負していいのはもうね、長者なんですよ。億万長者だけなんですよ。億万長者の方は少々のダメージでもまたトライできるんで、いろいろいけるわけなんですけどもね。ただ我々はまとまった資金を失うと再起不能になるわけですよ。というよりも今すでにもう再起不能寸前でね、だいぶの借り入れとかもうキャッシュが回らないっていう状況で、すぐ稼ぎますよみたいなのに飛びついちゃってると思うんですよね。で前回もお話したんですけども、有名なね詐欺師の、まあ、実際詐欺師として活動していた方が何人かいて、私対談するお話する機会があったんですけどね。でなんで詐欺が成立するかと言いますと、みんなもうね鵜呑みにしすぎだと、で皆さんがもう飛びつきたいものをこっちは提供してあげてるだけと言ってますよね。ちょっと出資してくれたらそれがね3倍になります、5倍になります、日利で 5% つきますみたいなの、みんな好きでお金ポン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 投げるんですよと。営業スキルほとんどいらないですみたいなね、ただ話すだけで友達連れてきて一緒に投資するみたいなこと言うんで簡単ですよみたいなね。でそれに比べると、その詐欺師の方が言うにはね、それに比べると屋台のたこ焼きで一皿500円のたこ焼きを売るのがね、どれだけ大変かと。本当はあっちの方が価値があるのに、まあ俺たちみたいなあやふやな話をみんな信じるんだよねと。信じるというよりも、もしかしてそれが本当に儲かる話だったらもったいないなということなんですけど、もしかしたらがないというねお疲れ様です。もしかしたらないものに飛びついてくるっていうんで、だったら難しいたこ焼きを売るよりも皆さんが欲しがってるインチキな情報を売った方がいいよねっていう風になっているそうなんですよ。もうまさにそういうことしか言わないです。故意に詐欺を働いてる人は、故意にそういう風なものが好きな人に何の出口もないということを知りながらですね、何とも思ってないんですよ。みんなが欲しがる夢を見させてあげてるみたいなことまで言ってますからね。でそういうのに乗ってしまうんですよ。なんかこうビットコインとか暗号通貨使って儲かりますよみたいなのもありますし、なんかね、すごいビジネスなんですよとかね、去年もありましたよね、なんかキャッシュバックしますよみたいなビジネスとか、なんかアプリをダウンロードして入会金も安いしダメで元々じゃないのみたいな感じで、あれは最初からダメなのをダメで元々っていうセールスなんで、まあ、詐欺にもかかりませんしね、本当になんか言ってみればおめでたい方が多いという話なんですよ。私はそういう中でも、コツコツとコツコツと積み上げていることをしてきました。本当に あの話が本当にドーンとうまくいったら、自分は乗ってないからもしかしたら並んでくるかもしれないし、そっちの方が楽でいいかもしれないなっていう気持ちがねなかったわけではないんですけども、結局は積み上げてきた方が勝つというね、
結局それがね、世の常だと思うんですよ。歴史を見れば明らかなんですけども、一つ一つ勉強して、一つ一つ努力して、一つ一つ解決してきた人に叶うものはないんですよね。ずっと瞬間的にボーンと稼ぐ方法っていうのがあるとしたら、それはもう本当に瞬間的なものであったり、不正なものであったり、誰かが一方的に損している上に成り立ってるんですよ。ビジネスっていうのは関わった人全員が得をしなければなりませんよね。例えば私がコーヒーショップに行ってコーヒーを300円で飲むとしたら、私も300円でコーヒー飲めて、こんないい空間にいさせてもらってね、いや嬉しいな、たった300円でこんな思いさせてもらうのいいなっていうふうに得をしてますし、300円でコーヒー売った方もですね、コーヒーの原価なんて30円ぐらいですから、うわー儲かったなと、だったらもっとインテリアとかいいのつけてあげれるよね、お客さんに貢献できるよねってことで、両方とも良くなってるわけですよ。これがビジネスなんですよね。でもその詐欺を働くっていうのは、損する人が最初から決まっていて、得する人が最初から決まっていて、損する人っていうのは一方的に得をするに違いないっていうふうに勘違いをしてるんですよ。さっきの話じゃないんですけども、情報を正確に受け止められなくて、嘘が見抜けなかったり、あやふやなものが正しいと思ってしまうね、残念な、ね、判断力を持ってるんですよね。でそういう方が非常に多いんで、オレオレ詐欺にしても何にしても、結局未来永劫ね、古今東西詐欺はなくならないし、ずっと嘘ってものがこの世の中から消えないんですよ。嘘が消えないというよりも、嘘をついて騙される、ね、人がいるから嘘ってのが利用されていると言ってもいいんですよね。もちろん嘘をついたり詐欺をするのがいいことだと言ってるわけではありませんけども、一つの現象として、その明らかにとんでもない話に真実だと思って飛びつく人が大多数というのは、もうこれは変えられない事実です。私の感想ではなくて、皆さんも気づいてると思いますけども、明らかなわけですよ。なんかね、例えが適当じゃないかもしれませんけども、もう大好きな人とね、結婚してみて、一緒に暮らしてみたら、そんなこんなはずじゃなかったみたいなことね、誰しも体験すると思うんですけどね。詐欺、ヤフオクか、まあ終了間際に入札は詐欺なのか。詐欺っていうのは、そうですね、詐欺っていうのはやっぱりね、明らかに存在しないものを存在してると言って、金銭的なダメージを与えることになってきますから、まあ、ヤフオクの詐欺っていうのは結局ね、入金したけど商品が送られてこないっていうのは確かにありますね。だからそういうのも込みで、やっぱりこう人を見抜いていかなくてはならないんですよ。詐欺をする人っていうのは、それが詐欺だって分からないようにやるから、そこがミソなわけじゃないですか。だからまさかあの人が信じられないっていう人が詐欺をしてるわけですよ。もしかしたら私が詐欺かもしれないですよね。私が何人も稼がせてきたっていうのは嘘かもしれないですよね。で、私が稼いできたっていうのは嘘かもしれないです。この家も嘘、バーチャルでね、バーチャルリアリティでこうあるのかもしれないですし、私が、まあ、全然働かずにこの1年隠居暮らしをしてるのももしかしたら嘘で、私はね、もしかしたらどっかに、ね、アルバイトにせっせと行ってやっと暮らしてるのかもしれないですからね。だからどう見抜くか、どう見抜く目を持ってるか、それがだから受信力なんですよ。受け取る力なんですよね。嘘ではない。青木さん、お疲れ様でございます。ありがとうございます。だからこう物事を捉えた時に、見えてる面も見る、見えてない面も見る、将来的にまだ分からないことも想像する、想定する、こういう総合力を持って人は一つの事実をですね、真実なのか一瞬の通りすがりなのか見抜いていくわけなんですよね。でほとんどの方は見抜けません。残念ながら見抜けません。それは見抜くための見る目を養っていない、まあ、私の言葉で言ったら受信力を養っていないんですよ。だからもう受け取りきれてないんですよね、全然。そういうところでね、非常に残念なケースがあると。今でも SNS 上ではワンタップで儲かりますとかね、ダウンロードするだけでみたいなキャッチコピーが並んでて、そこにアクセスが集まるのは、情報発信者はアクセスを集めたいわけですからね。そのためにはどんなこともするんですよ。どんな動画も撮りますし、どんなキラーワードですからね、コピーライティングも使うわけですよ。で最終的に自己判断でご購入いただいたとかね、お支払いをしたっていうことに帰結しますんで、やっぱ売りやすい方法で売っていきますからね。まあ、それに比べて私なんてね、非常に売りにくい方法でやってますから。こんなね、さっきも言いましたけど、伝える力なんてね、興味ないわけですよ。ほとんどの人は自分はできてると思ってるわけですから、自己肯定してるわけですから、そんなね、正確に人に伝えることなんてできるよとね。なんで自分が言ったら相手には伝わってるよって、ね、大丈夫と思ってますけど、伝わってないんですよね、残念ながらね。100人中100人が正確にものを伝えることに失敗してます。おそらくこの放送を見てる方も、自分の言いたいことが伝わらずにもどかしい思いをしていると思いますし、本当のことなんだけど誰も信じてくれないみたいな思いはしてると思うんですよ。だから100人中100人なんですよ。
たまになんかね信じてもらえることがあると思いますけども、信じられないことに比べたら信じてもらえることなんて本当に少ないんですよね。だからそれをやっぱり受け止めて自己否定して、じゃあ伝える力を身につけていかないといけないよねってことになってきますね。まあだから伝える力ってのは本当に非常に重要なんですけども、ほとんどの人はできてると思って、まあ無視するわけですよ。私はいかにね売りにくい商品を売ってるかっていうねことなんですけどね。まあ伝える力っていうねコンテンツを売るかどうかっていうのはまだ分かんないですけども、で今日ねお話したいことは、そのワンタップしたら儲かるみたいな話があるのかどうかってことなんですけども、また言いますよ、これ絶対ないですからね。ありませんからね。でそういう話があるかもしれないっていうふうに考える自分の心の浅ましさに気づいた方がいいかなと私は思います、うん、そんなねお金が入ればちょっとの手間で誰が価値を得てるのか分かんないけども、まあそれに乗っとこうかなみたいなね。私は確実に誰がどういう喜びをねそこで得てるのかっていうの分からない限り、お金は受け取るべきではないと思います。それがビジネスマンの誇りだと思うんですよ。私もコンテンツを提供してます、販売してます。速稼塾っていう、いわゆるね世の中でいう高額塾をもう5年間売ってきてるわけですよ。中には120万もする商品もありました。でも売ってきました。それでお金を受け取ってきました。なぜかというと、それ以上の価値があると私も自負してますし、そういうふうに作ってきましたし、それを受け取った人がそれ以上の価値があると、うん、カリキュラムが終わった後に証言してくれるからなんですよ。でそうでなかったら私はここまで続けられません。もう本当に心が痛くてできません。そこまでね悪人じゃないですから。金分取っとけば商品買った人は本人の努力でしょうで済ませるような問題なくて、私は一生サポートするつもりで全てのものはお渡ししてますんでね、うん、で実際にやっていただければ分かると思うんですけど、私の方法をその通りにやって売り上げが出ないことがないですね。少なくとも初月で10万とかやってもこれ当たり前のレベルですよね。初月で10万、それは当たり前と。それは初月で10万をやりましょうと、ビジネスなんだから、うん、仮に初月10万でもそれで衣食住暮らしていけないでしょうと。だから違うんですよと。初月で10万っていうのは単なるスタートで、2ヶ月目は進化して20万になるとかね、15万になるとか、3ヶ月目はもうちょっと増えてるとか、で1年ぐらいだったら月収100万が完成してるって、こういうふうなねことなんですよ。動画でも上げてますけど、私でもですね月収100万をゼロから作ろうと思ったら6ヶ月かかるわけですよ。6ヶ月も。ほんならワンクリックでね、なんか10万20万入ってくる話があればですね、私は真っ先にやってますよで私の方にまず真っ先にそういう情報入ってきますからね。で私がやらないからその他の方のところに行くわけですよ、うん、これはなんかね誤解なく受け止めてほしいんですけども、本当に最近の情報とか情報が生まれた瞬間に私のところには入ってきます。で私がやらないということはそれがうまくいかないってことなのに、なのに私が受け取らなかったばっかりに次の情報を受け取る人がそれをね真に受けちゃうんですよ、うん、あこれすごいなと思うんですよね。すごい人に出会えたと思っちゃうんですよ。でもね考えてもらいたいんですよ。すごい人とかすごい話っていうのは世の中にあると思います。でも考えてみてほしいんですよ。それをですね聞かされるという時点で自分が聞いてるってことはすごくないんですよその話は。で自分が会えるってことはすごい人じゃないんですよその人は。うん、でそういうふうに考えていかないといけないんですね。すごい人、本当にすごい人なら会ってくれないですよそんなすごい人は。で本当にそんなすごい話だったらなんで俺のとこ来るのって話じゃないですか、うん、だから仮にそんなね短時間で稼げますみたいな話があるんだったらそれは全然エセということですよね。でもエセなのにそれがみんなね好きなんですよ。本当かなとか思っちゃうし、試してみようかなとか、5000円ぐらいだったら払ってもいいかなとかね、2万ぐらいだったら払ってもいいかなっていうふうになってるんですよ。だから発信者はずっとやめないんですよね。儲かるから続けれるんですよ。だってこれ儲かんなかったら、入金する人がいなかったらバカバカしくてやってられないですよ。運営費だけかかってマイナスになるんで、その会社倒産しますからね。でも倒産せずにずっと続けてるってことはそれで利益が出てるってことなんですよ。こんな簡単なロジックをやっぱ気づかないといけないですよね。マルチレベルマーケティングみたいなビジネスでもマイナスの人ってやめていくじゃないですか自動的に。プラスの人はやっぱりプラスになるようなことをした人っていうのはずっと残っていきますよね。私もキャッシュバックサイト一つね、有名な 20% バック、クレジットカード使うやつとかね、あれ参加してますけども、あれずっとプラスだからやめてないんですよ。プラスなのにやめる必要がないですよね。で、きちんと使えてない人とかルールを把握できてない人っていうのはマイナスなんで、やめていく可能性が高いんですよ。ただそれだけなんですよ。ずっといるってことはずっとプラスなんですよね。それは金銭的にもそうですし、人脈的にも自分の善意、心持ちもねプラスになってるからなんですよ。だっていくら稼いでも、なんかね気に病んだ方法って続かないんですよ。これはずるいなとか、これはみんなに迷惑かけてるなってものは続けられなくなってくるんですよ。だから不正も続かないし、いわゆるオプトイン系のアフィリエイトっていうのも続かないです。あれは自分のリストが死んでいって他の誰かの商品を応援してるってことになるんですよね。それに比べて得られる報酬っていうのが低すぎるんですよ。
ね、一発で2000とか3000って言ったら高いように思えますけども、それと引き換えに自分が苦労してね、信頼関係を築いた人を失っていくってことですから、だからよく考えていかないと。あれも発信力がなければオプトインヘルトって非常に危険ですからね。で残念ながら伝える力がほとんどの人が磨いてこないっていうわけですから、オプトインヘルトとかもね、本当はコピーライティング自分で書くべきなんですよ、セールス文章ね。で、与沢さんとかすごく上手に書いてるのは、今回は広告ですっていうふうにね、前置きをしてるんですよ。で以前のメールマガジンだったらですね、私はメールマガジンの運営費を広告によって賄ってますので、たまにオプトインの広告を入れますみたいな前置きをしてるんですよ、うん、でそういうふうにするとね、まあなんかいいなと思うんですけどね、うん、で今回のは広告ですとか、内容に関しては自己責任でお願いします、私は理解しておりませんみたいなね、前置きをしていくとか、で本当に自分が信じてる人とか、まあ、信頼関係のある人のオプトインをやっていくとかならいいんですけども、報酬が高いから報酬目当てにやるってことをやってしまえば、自分のせっかくのね信頼構築したリストも死んでしまいますし、自分に対して二度とですねメールアドレスを登録しようなんて思わないですね、そういうメールマガジン、他のメールマガジンを紹介するメールマガジンだから危険ですよな。山本さんこんばんは。山本さんどうもどうもどうも。で、ワンクリックで10万とかね、みんな好きだからあのコピーはね、不滅です、ずっと使ってきます。仮に私があのコピー書いてもかなり人は来ると思うんですよ。やらないですけどね、自分の信じるビジネスのレベルが落ちてしまうんで、いや絶対やらないですけども、ただそういうのが大半世の中に溢れていて、それに多くの人が群がって大金を失って、数年経ってみたけど誰も億万長者になってないんですよね。冷静に考えてもらいたいんですけども、私が5年間そのネットビジネスっていわゆるそういうものをやってきてですね、みんないなくなってますからね、気の毒だなと思いますよ。一歩一歩進めてきた人っていうのは1000日後とか1万日後見てきて作ってる人っていうのは全然やめてない、そういう人はね、積み上げてる人っていうのは君臨し続けるんですよ、誠実さこそ最後の財産ですよね、まあそういうことでね、私悪ってものを非常に憎んでるんですけども、悪はどこにあるのかって我々の心の中にありますからね、もしかしたら儲かるかもしれない、自分だけはそういう苦労せずにポンポンポンと行くかもしれない、そういう心に悪っていうのはすごくね共感するんですよ、自分の心の中の。だからそれを押し殺して自分だけは最短距離を通らないぞと、自分の最短距離は手数を増やすことだっていうふうにね考えていくこと、一発逆転、例えば100万200万失ったらそれをね一発逆転しようと思ってもっと危ない勝負に出るから資産がみんななくなるんですよ。でもやっぱりね100万200万失った時だからこそベッドの枚数を減らしていかないといけないんですよ。だって100万をベッドしてそれがなくなったわけなのを、今度ね100万とか200万をかけて取り戻そうとしてるわけですよ。コーナーね、マーチンゲールって言うんですけども、バイプッシュしていって勝てた人なんていないんですよね。そうではないんですよ。100万ボーンといって100万を失っちゃったら今度はね10万とか3万とか1万で小さく買っていくんですよ。そしてその1万を10万にして、その10万で勝負して、その10万を50万にして、50万で勝負して100万200万にしていくんですよ。だから最初はですね、勝負に負けたら小ロットに戻さないといけないんですよ。あ、関さんお疲れ様です。そういうことをやっぱりね伝えていく人があまりにも少ないんですよ。提供の精神がないというのかね、人の人生どうなってもいいと思ってるのか、それとも自分自身が簡単に稼げる方法があるって信じちゃってるのか。私はね実際に稼いだ人間の端くれとして言いますけども、ワンクリックで稼ぐみたいなね、ワンタップで稼ぐとかスマホでポチポチみたいなキーワードは本当にね人を誤解させるんで用心した方がいいと思います。それを書きすぎることによって、例えばスマホでどうこうとかいうのね、あれも今ね多すぎるんですよ。スマホだけで稼げますとかね、スマホだけで在宅で稼げますみたいなキャッチコピーが増えすぎて陳腐化されていってまあね、ちょっと私も熱くなるんですけども、あれ笑わせるなと思っちゃいますよね。ああいうの本当に笑っちゃうなと、そうではないんですよ。本当に簡単に稼げることはなくて、ただ楽しくは稼げますし、やることはシンプルなんですよ、単純なんですよ。単純だけども簡単じゃないっていうのかな、簡単なんだけどもすごく大変だみたいな、ちょっと表現がちょっと難しいんですけどね。インターネットビジネスっていういわゆる情報発信ビジネスで稼ごうと思ったら、やることはすごくシンプルで地道なんですよ。発信し続けて受け取っていただけるような価値のある情報を発信し続けると、これだけなんですよね。これ以外特にないんですよ、全然ない。それさえできてればコピーライティングのテクニックもいらないし、プロダクトローンチだっていらないんですよ。綺麗な画像もいらないですしね。
だって痩せたがってる人にこれで痩せますよってことが伝わればいいわけじゃないですか。まさに伝える力なんですけども、だからその力がないからいろんなテクニックに走ったりするわけなんですよね。でしまいには自分が稼げないもんだからワンクリックで稼げますみたいな広告で集客しようとしちゃうわけなんですよ。実際にそのワンクリックで稼げますみたいなので、あなたは資産を築いてきたんですかって話ですよね。私は築いてませんし、私が知る人でそんなことをしてる人は一人もいないです。一人もいないですよ。本当に一人もいないです。誰一人ワンクリックで10万とか100万とか稼いだ人はいないです。全然いないですね。もう何回も言いますけども、そんな方法で稼いでる人はいないです。これね、皆さんで拡散してもらいたいぐらいなんですよ。そんなね、スマートフォンでポチッとやって稼げる、そんなことはないです。それはね、単なる表現の言葉としてあるだけなんですよ。実際やるとどんなに利回りのいいビジネスとか放置、完全放置とかほとんど放置でもやることはありますからね。でそれでも資産を失う方がいるんですよ。そんな簡単単純化されても。だから自分が実際にそれが使えるのかどうかっていうところをやっぱね、見ていかなくてはなりませんし、思い上がってはいけないってことなんですよ。おっと砂漠で水を欲しがってる人に水を売りつけるためにもライティングのテクニックが大切だと思うんですけどね。うん、そうですね。砂漠で水を欲しがってる人に水を売りつけるため、なんかね、砂漠でこたつを売るみたいなことがありましたね。なんかね、まさにね、ライティングのテクニックがいるんですけども、ありきではないのかなと思うんですよ。やっぱり欲しがってる人っていうのがはっきりしていて、その人に喜んでいただける提供物があるときにライティングってものがね、生きてくるわけであって分かんないです。なんかね、セールスってのは砂漠でこたつを売って、北極で冷凍庫を売るようなもんだとか言うんですよね。なんだろう、すごい難しいな、これね。なんか、何話じゃない、南の帝王に出てたんですよ。物を売るっていうのはそういうことだよって、ね、まあでも私はね、喉が渇いてる人の目の前に水をどうぞってやるのがいいかなと思いますね。で、喉が渇いてる人がわからないんですよ。伝える力とか受信力がないと。心の中では喉が渇いてるのに、喉が渇いてる素振りをしてないんですよ、ほとんどの人が、ね、だってみんな悩みを抱えてるのに、会っただけじゃ分かんないですよね、どんな悩みがあるのか。それでその悩みも話してくれないんですよ、なかなか。本当に心を開いてくれないと。だからその心を開かせるために伝える力が必要なんだろうなと思います。どう伝えていくかとか、どうその人の気持ちを受け取っていくのか、まだその人が言葉を発してないのに、きっとこうなんじゃないかなっていうふうに察してあげて、それを確信が強まるまで言葉のキャッチボール、コミュニケーションを務めていって、誤解なくその人の悩みとか苦しみを受け取ってあげるというね。でそこにその人が問題解決できる自分が商品とかサービスがあれば、これはどうですかっていう風なね、ライティングをしてあげるってことなのかなと思うんですよ。ライティングもともすればですね、欲しくない人に欲しいと勘違いさせて売り込むってことができちゃうんですよね。まあ、だから私ランディングページに何マスターカードとかね、ビザとかのクレジットカードとか置いてないんですけども、あれ夜中にランディングページ見せたらノリで押しちゃうことがあると思うんでまあないかな、ないですかね、さすがにね。まあちょっと考えすぎかもしれないんですけどね、まあ、ただ私が自動決済するのがめんどくさいとかやってないだけという説もありますけども、まあ銀行振り込みが好きかなと思いますよね。それでですね、ワンクリックでそんな稼げる方法はないよってことを繰り返しお伝えしてきて、で今日もまたそのことを言ってしまいました。 Facebook 上に、そして Instagram 上にはですね、簡単に稼げるがごとくのセールストークは並んでますけども、それはあくまでも興味関心を引くために使ってるだけであって、実際やってみたら、簡単ではないですね。簡単になるとしたら、簡単になるまでの道のりが大変ですね。まあ投資にしても転売にしても何にしても大変です。時間もかかるし、根性もいるし、自立しないといけない、自分をちゃんと律していくことができないといけないんでね、かなり大変かなと思いますよね。まあそんな感じでですね、今日の話もまとめさせていただきます。すごい人に会ったというあなたに会える時点でもうその人はすごくないというね、これはまあ受け売りなんですけども、そうだな、そういうふうに思った方がいいのかなと思いますけども、まあでもね、私レベルで考えていっていいのは、本当にね、人格の優れた人には、すごい人にはたくさん会わせていただきました。今回ね、速稼塾に関わってくださった方もみんなね、私がねお手本にしたいぐらいの人格者ばかりですね。人を励ましたりね、褒めていく、築き上げるのがすごく大好きで、人の足を引っ張るのが嫌という、
社会に提供したい人だらけで速稼塾っていうのはできてるかなと思います。できればね、ぜひあそこ、その社会に提供したいっていう気持ちが、気持ちだけではなくて本当に提供が完成して、提供返しが来て自分が豊かになるっていうルートを、私もねこれから皆さんと一緒に引けないかなと思いながらの速稼塾、残り2週間ほどですか、やらせていただこうかと思いますけどね。皆さんね、改めてよろしくお願いします。いろいろとね、勝手なこと言いましたけども、なんかね電池が切れそうなんでいきなり終わります。まあ、今日は結構話したと思いますから、2部ね、ライブ放送やらせていただきましたんで、次皆さんと会えるのは、あ、恐れ入ります関さん。明日土屋塾の TDP の方、ね、行ってきますんで、関さんの分まで弾けていきます。関さんのことも紹介していきますからね、ご安心めされと、ね、ちょっと骨折して残念、関さんにも会いたかったけどもしょうがないですね。はい、ということでですね、放送は終わります。明日明後日と私東京で TDP の方に関わってきますんで、ワンクリックで10万とか20万稼げるよっていう話はですね、みんな好きでしょうけどもないよということですよね。逆に10万20万払う羽目になりますんで、それでもよろしい方は参加してみてください。はい、では本日もありがとうございました。皆さんね、ハートマークとかグッドマークとかありがとうございます。どうもどうも、失礼します。